はい、トムでーす。今日はね、みんな温泉とかに行ったりするとお茶とお茶菓子が置いてあったりするじゃない。あれってなんで置いてあるかについてお話ししますね。実はみんなおもてなしの気持ちで置いてあると思ってると思いますが、そういう気持ちもきっとあるのでしょう。ですけど重要なのはね、温泉旅館として水分を補給してもらって甘いお茶菓子を食べてもらったりして血糖値を上げてもらって、温泉で失神や立ちくらみ、そういった事故を防ぐためにお部屋に置いてあるんですね。そんな感じでした。